Na dann, rein da. Oh. Oho. Oha. すげえ、こんなでっかい石にびっしりなにか書いてある。神代の時代のものか。初めて見るものだな。またなの？この石教宅どもめ。ここは確か天一剣文録に。いや、今モノリーツ。 Sieht noch irgendwo. Ha, ich hab's gewusst. Und da vorne kann ich noch speichern. Ein Beutetrank. Düb, di, düb, di, dü. Gewaltmarsch. まあ、こんなもんか。 Achso, er hat einen Snack zubereitet. Wieso habe ich denn so ein ungutes Gefühl dabei? Nee, nicht das wollte ich gar nicht. Ich wollte auch nicht das, sondern das. Verlangsamungsfähigkeit plus 40%. Kono Sekhi wa tada no hito ni totte wa tokuni imi no nai ishikure da. Ga. 刻意の語り部は真の機能を発動させられる。刻意の語り部は人、天族、兵馬、同志や才華の剣士の物語を後世に語り継ぐ者。俺はその運命を背負った一族の末裔だ。語り部は公平であるために時代の趨勢に関わるのを禁じている。 が、俺も覚悟を決めたよ。それは大地の記憶。まだ他にもあったのか。他のはともかく、こいつだけは人に見せたくなかったんでな。俺が先にいただいておいた。では、それが。そうだ。最悪の始まりが記憶されている。お前らに最悪の始まりを体験させてやる。 感じてこい。光と闇を全員石碑に手を触れろ。そして目を閉じるんだ。プワシャスクウィスケワアスクワブエクファウシコエオーネム。これは答え合わせじゃない。ただ感じてこい。 いいな。どうなったんだ？どこここ？見たことないとこなんだけど。最悪の始まりを体験しているんだ。つまりここは始まりの村カムランか。ま、進んでみましょうかね。反対の反対。 うん、なんか人が集まってる。本当だ。将軍、こんな生活をいつまで続けさせるつもりだ。ハイランドの信仰から守っているのだ。むしろ感謝してほしいのだがな。どうしよう。え、この人が先代の同志？あなた方が来てからの半年、こんなのは守ってるなんて言いません。軟禁です。 それに、ハイランド王国が動き出したのも、あんたたちローランス軍がこの村を接収したからだろう。聞こえてないみたい。あくまで大地の記憶が見せてるものですもの。
この村の戦略的価値を同志の起こした村というだけで看過できはしない。それはどの国でも同じことよ。時間の問題だったと。ハイランドの青きバルキニーの台頭ぶりを思えばな。もういい、行ってくれ。ミケル様、いいんですかこのままで。あいつらマオテラス様の神殿まで砦みたいにしまったんですよ。どれだけ天族を冒涜すれば気が済むんだ。兄さん。ミューズ、案ずるな。カムランは確かに北の国境線としては重要な位置にある。ここを押さえたら両国とも自在に首都に兵を進められる。彼らもないがしろにはしないはずだ。信じるんですか、あの将軍の言葉を。彼らがどうであれ、私たちが信じるのを忘れてはいけません。家族を持てぬ同志の我が身、みんなやミューズは私が守る。必ず。始まりの村はヘルダルフに接収されたんだな。そして戦火に巻き込まれていったんです。まあでも確かにほっとくわけないよね。ミクリオ、どうかしたか。ああ、これじゃマオテラスに悪意を向けてるも同然だな。加護が失われて当然だ。まだ先はあるだろう。神殿の方に向かおう。Okay, ローランスはミケル様がマオテラス様を連れ出したことに気づいてるんじゃ。いや、ローランスとしては北の大国への牽制の意味の方が強い。海戦の名目が欲しいんだろう。馬鹿げてる。まったくだわ。でもそれが人間だな。これだけはいつの時代も変わらないね。Okay, durch die kann ich einfach durchlaufen, alles klar. Doch. 同志様の話だと、神殿が汚されて村の加護がなくなりつつあるって。まさかマオテラス様が兵馬に。同志様を信じよう。命に代えてもそれだけは阻止すると言ってくださってる。けどよ、同志様を失うぐらいならいっそみんなで疎開した方がいいのかもしれないぜ。ミケル様にそんなことができるわけがありませんわ。ああ、同志だからね。マオテラスを汚れの最中置き去りになんて考えもしないと思う。スレイさん。Sorry, würde das nämlich auch nicht tun. こんな硬い中の村が北の大国制圧の足がかりになるのなら、同志謎にいくら疎まれても安いものよ。何事だ。敵の襲撃です。北の大国が来たか。いえ、ハイランド軍のようです。なかなかに釣られぬものよ。兵をまとめろ。撤収する。反撃しないのですか。ハイランドとの小競り合いに兵を失えと。愚の骨頂よ。こうなってはこの村はただのゴミくずってことだ。撤収するぞ。伝令急げ。ありえない。村の人たちの幸せを何だと思ってんだ。この村が滅びたのはこんなくだらない理由だったのか。適正収録だ。やめろ。スレイさん、干渉できないのがより虚しさを強めるよ。ヘルダルフは何をしているんだ。ヘルダルフは村を捨てて逃げる。ローランスの犬が、こんな山奥でこそこそと。あっちにもいるぞ。うん。どうしてこんなことに。
どうし様、ミューズ様が神殿に。なんだって。ローランス軍に救助を求めに。けどゲルダルフはもう逃げてる。ミューズ、無事でいてくれ。神殿に急ごう。あ、お待ちください。同じ同志という立場からスレイさんがあのお方に感情移入することは分かりますわ。ですがメイビンさんの言葉を思い出してください。ミクリオさんも。すまない、ただ結末に嫌な予感しかしないんだ。今まで知ったこと十分繋がった感じするもんね。それでも見届けなきゃいけないんだろ。行こう。ああ、スレイはともかくさ、クリオもなんからしくない。当然ね、あの子じゃなくても気づくもんだな。それが嫌な結末につながってるならなおさらってやつさ。みんなも感じてたんだ、ミクリオと同志兄弟が似てるって。行きましょう、もうすぐ全てわかります。あの子が、あの子が。生きている、生きているが、これでは魔を照らす。全てが失われた。魔を照らすは兵馬とかじゃ。この子もう一人の男のくだらぬ野心のせいで。イーサー、待って。やめて、お願い。イーサー、この最悪をもたらした者に永遠の孤独を。エルダルフ、自らが生み出した地獄を背負え。こんな答えになってしまったよ。止まれ。この撤退を予見していたか、青きバルキリーの兵か。落雷だと将軍。Das Helldef also gestorben. なるほどね。ヒゲ猫は兵馬になったんじゃない、兵馬にさせられたのね。しかも最強の呪詛をかけられたものとして。ふん。そんでそれをやったのが先代同士か。それじゃ僕は。ここは広場あたり？
終わらないのはまだ先があるってことね。まだあるのか、ミクリオ。そろそろ全部だろう。ちゃっちゃと見て帰ろうじゃないの。なあ。ほんまね。ちゃったっぽい。そりゃ、な。なんかごめんね。私そんなへこんでなくてさ。そんなの気にすることじゃないだろ。仲間がへこんでる時に自分がへこんでないのって、やっぱ私なんか抜けてるんじゃないかなって。ロゼ、スレイの言う通りだ。気にすることじゃない。むしろその、うんだな。ごめん。え、俺たちこそそんな心配かけちゃってさ。もうしばらく気持ちの整理に時間はかかるが大丈夫だから安心してくれ。了解。Okay, da geht's nicht lang. Oh. なんということじゃ。けがれがひどくて気分が悪くなってきた。このありえないほどの強大なけがれは、やはり。では、魔を照らすが。この最悪が影響して早産となったのであろうか。母も子も報われんの。これも絵にしか。人間の子ですよ。この世に生まれ落ちた瞬間にあるのは器の差だけのことよ。ですが、これほどの未熟児、もって数ヶ月では。かもしれんの。善来様。おお、ミューズか。何が起きた。詳しい話をしている時間はありません。汚れが伊豆地に流れる前に封じなければ。その子はセレンの身ごもっていたなんて。マオテラスをこの地に縛るため、伊豆地への道を封ずる人柱になる気じゃな。だがの、大地を器とするマオテラスじゃ。ここに留めることはできても、それは気休めに過ぎん。それでもこれは人間の、私たちが招いたことですから。同志は。同志、ついに耐えてしまうのか。かもしれん。が、エニシが希望をつないだの。その子たちを同志と陪審となるよう育てるとおっしゃるのですか。人と天族の赤子が共に成長すれば、あるいはの、すべてはこの子ら次第のこと。希望を確かに預かった。じいじ。ありがとうございます、善来様。さようなら、ミクリオ。私の親。